テレビ東京系列の番組ミノモンタの日本ミステリーで、2006年12月、日本のルーツは古代イスラエルと題するものが放映されました。私も出演いたしました。また2007年3月には追跡調査、日本人のルーツは古代イスラエルにあったが放映されました。それらについて解説と批評をつけたものをお送りしたいと思います。新説ミノモンタの日本ミステリー、ヤーレン・ソーラン、ヤーレン・ソーランはヘブライ語だった。日本語とヘブライ語の奇妙な一致。日本のルーツは古代イスラエルにあった。とてもびっくりしました。ミスチルです。日本にダビネと言われる神社が実在。1300年の眠りから覚めた驚くべき証拠とは。歴史とは想像するロマン、これがモットーでございます。ミノミステリー博物館館長、ミノモンタでございます。よろしくお願いいたします。そしてモンタ館長の助手を務めさせていただきます、テレビ東京アナウンサーの大橋美穂です。さあ今日は、はい、ミステリーはミステリーでもただのミステリーじゃございません。論客4人においでいただきましたね。はい、関根さん、はい、ミステリーといえばどんな興味をお持ちですか？やっぱり我々が知らないことですからね、時代というのは、まあ、空海とかね、何をやってたかっていうのがね、いきなり空海ですよ。すごいでしょ、ね、そうですね。でも知りたいよね。知りたいんですよ。会ってみたいとかね、はい、ありますね。ゲストで呼んでみたいってありますね、ですよ。一番僕がね感動したのはね、歴史ってのは英語でなんて言う、ヒストリーだろうっていう話から始まってね、はい、ヒストリーはね、君ヒズストーリーから来てるんだよ。ヒズ、彼の、それでヒストリーだっけ。君、そのヒズって誰だか知ってるか。イエス・キリストだよ。要するにイエス・キリストが誕生してから、イエス・キリストの歴史がずっと、そっから歴史は始まる。さあ今回はですね、さまざまな日本のミステリーを、本当にそうなの、確かにそうかもっていう側に、皆さんに思う存分楽しんでいただきたいと思います。まずはこちらのミステリーです。さて皆さん、日本のルーツって考えたことありますか？もし9000キロ以上離れた古代イスラエルに我々のルーツがあったとしたらどうします？あなたはこのミステリー信じますか？ミステリーファイル1。日本語に似た謎の文字、これ見ていただきたいんですけども、ほとんど同じなんですね。偶然とはちょっと考えられないじゃないか。正体は、謎を解く鍵を追い求め、我々は神社に伝わる伝説を紐解いた。すると、ここの御祭神がユダヤの神さんだという。なんと日本にユダヤの神伝説があった。その正体を示す1300年前の宝、テレビ初公開。1300年も昔のものでございますか。西洋人の顔ですから、鼻の高い。歴史を紐解けば次々に浮かび上がる日本と古代イスラエルの奇妙な関係。古代日本を訪れた大集団、その謎を徹底取材。来年2月から日本を調査します。今夜衝撃の事実が明らかになる。日本のルーツは古代イスラエルにあった。失われた十種族の謎に迫る。日本と古代イスラエルを結ぶその暗号は、実は民謡の中に隠されているという。ヤーレン・ソーラン、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 はいはい。ソーラン節は北海道の日本海沿岸に伝わる民謡。浜に近づくニシンの群れを待ち望む漁師の歌である。だがこのヤーレンソーランという言葉、一体どんな意味があるのか。いや、まだ小さい時から聞いてるから、そういうような
自分もたつのは分からねえよね。昔からどういう意味って言われるとちょっとね。ヤーレン・ソーラン、地元の人でも分からないヤーレン・ソーランの意味、それを意外な人物が答えられるという。その男は東京にいた。この番組はメナード化粧品、積水ハウスと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、こんにちは、どうも。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは。出迎えてくれたのはイスラエル駐日大使エリコーヘン氏だった。ヤーレン・ソーランの意味を知るという、果たしてその意味とは。ヤーレンは歌をします。心を楽しんでおります。ヤーレンです。ヤーレンとは歌を歌って楽しくなるという意味だという。スラムははしごです。そしてソーランははしご、つまりヤーレン・ソーランには歌を歌うとはしごの2つの意味があるようだが、一体どういうことか。北海道に残るニシン小屋で我々は大使の言葉にあった驚くべきものを発見した。そこの階段登って、あれはしごですよね。はしご。大使の言葉にあったはしごがなんとニシン小屋にあった。その昔漁師たちははしごを登り、浜に近づくニシンの大群を天窓から眺め、互いに喜び歌い合ったという。そして誕生した歌がソーラン節。では一体なぜ歌詞にイスラエルの言葉があるのか、ただの偶然なのか、それとも。 私は日本に来てから、その文化や習慣がイスラエルと極めて似ていることに驚きました。日本とイスラエルには様々な共通点があると大使は語る。例えば、このお祭りから聞こえてくるエッサという掛け声。エッサ、同じ言葉はエブライ語が意味があります。意味は持ってきます。おキャリー、ピックアップ、yes、キャリー。コーヘン大使によると、みこしを運ぶ時の掛け声エッサは、なんとエブライ語でも運ぶという意味。意味が一致している。日本文化は分かりません。少し多分分かりません。とてもびっくりしました。ミステリーです。イスラエルは日本から地球の反対側に位置するはるか9000キロ離れた陶器国、地中海東岸にある人口およそ700万人の共和国。そんなイスラエルと日本の間に一体どんなつながりがあったというのか。日本に暮らすイスラエル人もその共通点にたびたび驚かされているという。日本語とヘブライ語同じ意味と発音いっぱいある。びっくりした。言葉が同じだというのだが、あたは日本語であなた、ヘブライ語のあた、それはあなたという意味。確かに意味も発音も似ている。さらにバレル、バレル、バレル、日本語ではっきりされる。ヘブライ語のバレルははっきりさせるという意味。さらに他にも多くの一致が。節分もあります。節分があるんですか。はい、ある。石を投げる。なんとイスラエルに節分と似たものがあるという。豆ではなく川に石を投げ厄を払う風習である。この奇妙な偶然についてヘブライ語に詳しい聖書解説者の久保氏は、イスラエルと日本というのは地球の反対側ですので、で途中に似た言葉がないのに
この非常に離れた場所で意味も発音も同じ言葉がたくさんあるというのは、まあ、偶然とはちょっと考えられないんじゃないかと思います。これ見ていただきたいんですけども、はい、ヘブライ文字とですねカタカナひらがなの類似ということでね、例えば日本のですねコというカタカナがねヘブライ文字とも似てる、あとカトという字も似てますし、ヒリという字ですね。久保氏によれば文字によっては全く同じものが存在するというのだ。ソとかすごい。そもそも古代イスラエルとは紀元前13世紀頃地中海東岸に建国された国で、繁栄分裂滅亡と栄枯盛衰を繰り返した歴史を持つ。古代イスラエルは紀元前926年に南北2つの国に分裂、その後紛争に敗れ国を失いました。その際12のうち15の氏族が忽然と消えてしまったんです。彼ら実氏族の行方は全くわからないのです。そう、この古代イスラエルの失われた実氏族、この行方こそ世界有数の謎なのである。彼らの歴史は戦いの歴史でもあった。12の氏族からなる古代イスラエル王国は紀元前926年北と南に分裂。その200年後北イスラエル王国が滅ぼされ、やがて南のユダ王国も滅亡。それ以来十氏族の行方が分からなくなっており、アジア各地に離散したと言われているが、その真相は謎に包まれている。我々は十氏族の行方についてある記述を発見。その群衆は十氏族あった。彼らにはユーフラテスのほとりから1年半という長い道のりが待っていた。そこはアルツァレトという地方だった。失われた十氏族はシルクロードを通り日本まで来ていたのだろうか。失われた十氏族は100万人を超えていたとも言われる。どこへ消えたのだろうか。独自の調査を開始するとある手がかりを発見。その記事には失われた十氏族の末裔800人をなんとイスラエルに呼び戻したとある。その800人とはミャンマーにいたシルシン族。発表した研究機関の名はアミシャブ。我々は聖地エルサレムにあるそのアミシャブを探した。日本とイスラエルの不思議な類似、それは古代イスラエルの失われた十氏族が日本に来たからなのか。その手がかりを握るアミシャブ、ついにその場所を突き止めた。アミシャブ代表アビハイル氏。その昔古代イスラエルから消えた十氏族、そして日本文化に刻まれた数々のイスラエルとの共通点、その関係とは。ミャンマーのシルシン族が十氏族の一つマナセ族と判明。1994年、彼らはイスラエルに帰国した。失われた実氏族は東の方向に向かっています。彼らは中国朝鮮を経由して日本に到着したとも考えられます。今後の調査対象国としてあなた方が暮らす日本も入っているんです。なんと日本も調査の対象に入っているという。年明けの2月から日本での調査を開始します。来年2月から日本での調査を開始するという。果たして失われた十氏族の末裔がこの日本にもいるのだろうか。どうですか、これは嘘じゃないのよ。すごい。古代イスラエルの人たちと似たような、あのマナセ族は完全にそうだった。そうなんです。それがすごいですよ。その古代イスラエルと日本の間ぐらいですよね、まあ、日本にちょっと近いですね。もっとすごいのはカタカナが入ってますもんね。あれはイスラエルの字と全く同じ、コとかカとか使われてるわけです。
世界史日本史、はい、勉強しろよ両方、じゃないと世界が分かんないですよ、本当に。久保さん、久保さんはルーツはやっぱりイスラエルだと思ってるんですか？まあ、あの全部が全部じゃないですけども、日本にはたくさんの渡来人がやってきてますので、ね、中国朝鮮半島また東アジアの人たちだけではなくて、遠く古代イスラエルからも渡来人がやってきたんじゃないかと。ということで皆さんにもちょっと当てていただきたいと思います。こちらご覧ください。見ててよかった、今日の番組だよ、はい、明らかにしましょう。バレる、はい、バレたから分かっちゃった、はい、もっとしかない穴、穴、ストーン、おお、ヘブライ語では、うん、ホル、ホル、ホルなんで、ホルからね。なるほど、ここまで来たら次の寒いはもうびっくりしますよ。へ、寒い、寒い、ブル、震える、震える、ヘブライ語ではブルブル、ブルブル、ブルブル、コール、コール、コールか、もっとびっくりしたい、コールよ、コール、これ、果汁、果物の汁、みずみずしい、ヘブライ語では、はい、蜜、蜜ですか、はあ、へえ、ヘラス、ヘブライ語ではヘス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 ヘラスヘスル、似てる、話すはダベル、ダベル、確かにダベルってなんでダベルって言うんだろうって、ね、思いますよね。話から来てるんですよ。宿るという言葉、いい言葉です。宿る、ヘブライ語では、はい、何だと思います？宿る、宿る、開けてください。アタバレルホルコールミツヘスルダベル、宿るは宿る、というわけなんですが、こちらをご覧いただきたいと思います。いろんなの出てくるね。そうなんです、十種族の末裔リストなんですけれども、はい、ユーラシア大陸全般にわたっているんですよね。ちょっとこちらご覧ください。スタジオセンターに地図がうわっとほら来た、うん、古代イスラエルから日本までのシルクロードのルートですよ、この赤いのが、これにいいですか、古代イスラエルの十氏族の末裔が発見された場所を合わせてみましょう。はい、うわー、すごい、全部シルクロード周辺、ザーッ、ぴったりだ、驚きましたね。シルクロード沿って西から東へどん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 、そして日本へ、日本へですよ。これ2月の調査楽しみですね。でしょ、 DNA でね、どこまで分かるかですね。ここまで来たら徹底的にもっと追求したくなりますね。はい、はい、驚くべき真実がありました皆さん、古代イスラエルの失われた十種族はシルクロードを通り日本に来ていたのか。我々はその鍵を握る資料を発見。そこには太古の日本に海を渡りやってきた大集団が記録されていた。柚月の国の王が127件の民を連れ日本にやってきたという。その集団の名はこう記されている。タタウジ、彼らがやってきたというユズキとは中央アジアシルクロード沿いにあった、現在のカザフスタン付近、さまざまな人種や文化で栄えた国。海を越えて大集団で日本にやってきたタタウジについて記録では、仁徳天皇召して曰く、糸、綿、絹は珍服用いるに柔軟にして暖かきこと肌のごとしと賜う。天皇にシルクロードの交易品である絹を献上したという。旗氏は確かに絹の民であった。シルクか。127件の民とは実に19万人余り、近畿を中心に全国に勢力を広げていった。このハタウジの中心人物がハタの川勝、彼はあの聖徳太子の側近として太子の功績に大きな影響を与えたと言われている。ハタウジが本拠地としたのが現在の京都。広隆寺は聖徳太子のためにハタウジが建立したものである。今も街中には彼らの名前が残っている。
旗氏は何者だったのか。彼らが創建したこの島神社にはある秘密があった。京都に住む郷土史研究家の上田さんが驚くべきことを口にした。こういう本当に普通のどこにでもあるお宮さんのように見えますけれども、中に入っていただきますけれども、その景況、キリスト教の一派ネストル教って書いてありますけれども、はいはい、西洋のユダヤ系の影響を強く受けているお社ですね。旗氏が建てたこの神社はキリスト教の影響を受けていた。その痕跡が残っているという。境内の奥まった一角にある石に囲われた水のない池、一体これは原始キリスト教ですかね。そういうふうなものの影響も受けているんじゃないかなと思いますけれども、たくさんの人がお参りに来られてここに足をつけられます。その時には今はだから水ないですから、ポンプで汲み上げて水を流してますけどね。7月末にはみたらし祭りが行われ、この池の水で手足を清めるのだとか。この池について古代史研究家の久慈氏に聞いてみると、イスラエルの首都のエルサレムにもですね、この洗礼池に似たものがですね、実はあるわけですね。やはり樹脂族と果たしには関係があるのか。ウズマサという彼らが住んだ土地の名前ですけども、これは光の賜物というヘブライ語から来ているという説があるんですね。で、渦が光で、マサが賜物ということで、このウズマサは光の賜物という意味があるというのだ。多くの旅とともに日本にやってきた旗氏、その中心人物旗の川勝、彼は一体何者だったのか。そして我々は決定的な証拠をつかんだ。旗の川勝が晩年移り住んだ阿公、伝説が残っているある神社を突き止めた。それは大酒神社。なんと大酒、ダビデを示すと多くの研究家が唱えているのだ。ここには奇妙な伝説が残るという。古代イスラエルとどんな関係が。この神社になんか不思議な伝説が残ってるって言って、はい、いろいろありますけどもね。あるんですか、はいはい、と語るのは大酒神社の南島氏。旗の川勝の正体を知る重要な手がかりを見せてくれるという。一体何があるというのか。変哲も何の変哲もない井戸なんですけども、イスライの井戸とかヤスライの井戸とか。イサライの井戸、なんとも意味深な名前。心御祭神がユダヤの神さんだという。それでこの井戸があるというね。この周りの石見てください。この石を周りこう丸く、いやいや立ってる石、あ立ってる、はいはいはい、これ自由に並んでるんです。古くからイサライと呼ばれているこの井戸は12の石で囲われている。一体なぜ12なのか。実は12という数字は古代イスラエルの氏族の数で、イスラエル人にとっては神聖な数字であるのだ。さらに旗の川勝の正体を知る、今までほとんど人に見せたことがない、とんでもない証拠があるという。大変古いもんなんでね、大きいですね。また宮司が大切に抱えてきた箱の中身とは一体。もうボロボロですもんね。1300年も昔のもんでございますから。なんと1300年前のお宝だとか。うわ、こういうお面なんです。これあれですね、随分鼻が西洋人の顔ですから、鼻の高いお顔ですから、イスラエルかユダヤの神さん旅でのいう話も出てくるわけなんです。旗の川勝は鼻がスーッと高く西洋人顔であったと宮司は言う。アジアの伊豆から来た旗氏は日本人離れした鼻の高さと数々の伝説を持っていた。彼らは日本の人口がおよそ600万人という時代に渡来した19万人を誇る巨大集団であった。
京都嵐山の渡月橋近く。彼らの功績は1300年を経た今でも確かに残っている。角の多い、これによりこの地域の農業が飛躍的に発展したという。お稲荷さんで知られる京都伏見稲荷大社、ここもなんと旗氏が創建していた。全国に4万もの分社を持つ総本宮である。赤穂の製塩の技術はもともと旗氏が伝えたもの。そしてもう一つ彼らが伝えたもの、雅楽も実は旗氏が伝えたものという。元首席学長東儀俊治さんは旗氏の末裔である。どっちにしても機械人であることは確かだと思いますね。初めはね、朝鮮半島を経由してきたのか中国大陸から直接来たのか、これは分かりません。旗姓の一員であるという、誇りっていうのはやっぱり今雅楽をやってる旗姓の人間はみんなやっぱり持ってると思います。でその旗姓の誇りっていうのは雅楽を今もって伝承してるっていうことの誇りだろうと思います。多くの伝説を残す失われた十氏族、古代イスラエルは日本の文明に多大なる影響を与えていたのである。はあ、驚きました。いやここまで来るともうどうしようもないですよね。それ19万というね大変な人数で日本に渡ってきたわけじゃないですか。しかも文明が向こうの方が高かったんですね。ですよね。塩を作る技術もあれば旗を織るね、当時のハイテクを持ってきた人たちですね。でしょう、それが19万人来ちゃった。でもね、いろんな説あるんですよこれ。19万人って今出てたけど、歴史に残ってるのは7000子が来たって書いてあるんですね。で子っていうのは大体家族っていう意味ですよね。今でも1個2個戸籍っていう子ですよね。だからそれに7000にいくつかけるかで家族、当時はあれですよ、大家族でしょうね。そうですね、おそらく、一族って感じ。 そうですね、それが1個が、そうですね。そうすると例えば25、6人一家老頭1個だとすると軽く十何万人になっちゃう、なっちゃいますよね。でそれは彼らがただ来るだけじゃなくて技術を持ってきてそれをこう伝えるわけですから。そこで1300年以上前のお面をお持ちしました。いやありがとうございます、はい、大崎神社の稲荷島隆さんがお持ちくださいました。ありがとうございます。うわ、くっつけてみて、ね、1300年、そうでございます。でもこのやっぱ宮司さんのお顔を見てるとなんか春が古代イスラエルから来たような感じ。とんでもございません。はい、これちょっと鼻が高すぎるのか一回折れてますよね。うそうですね、変えてるようでございますけどね、はい、しかしかなり強調した感じでこう掘ってあるんですね。はい、ちょっと天狗みたいですよね。目もバッチリしてるし彫りが深くて、やっぱり日本人っぽくな い, いうか、そうですよね、西洋人というような感じがしますけれども、これはあれですか、時々まあ、ご会長というとおかしいんですけど時々出す。めったにあげません。外へ出てきたの初めてでございます。ありがとうございます。すげー、そんなに大丈夫ですか、ね、はい、これを昔の人は覗くと目がつぶれると言われます。そういう意味でずっと大切にされてきたお面。逆にそうやって大事、はい、旗織りの旗も旗打ちの旗から来たともね言われていますもんね。はい、しかもやっぱり考えの技術まで持ってたから稲作までできちゃうという、うん、すごいですね。いや今日はどうも本当にありがとうございました。お越しいただきましてありがとうございました。南島隆さんでした。ありがとうございました。新説ミノモンタの日本ミステリー、失われた真実に迫る。まずはこちらの日本ミステリーです。今夜はですね、大胆かつロマンにあふれるね歴史解釈に皆さん驚いていただきたいと思いますね。いきます、よろしいですか。最初の回転、日本のルーツは古代イスラエル、ソロモンの秘宝は四国にあった。日本と古代イスラエルをつなぐ衝撃の真実が分かったんです。
しかも四国の山にソロモンの秘宝が眠ってるとしたら、あなたはこのミステリー信じますか？今年3月、驚くべき人物が成田に降り立っていた。イスラエルの調査機関アミシャル代表アビハイル氏、ミャンマーにいたマラセ族など800名の人々をイスラエルに帰還させている。今後の調査対象国としてあなた方が暮らす日本も入っているんです。なんと日本も調査の対象に入っているという。諏訪大社、日本に来て真っ先に向かったのは長野県諏訪大社だった。この地に何があるというのか。彼の目に留まったのは森屋さん。すると途端に居住まいを正し、山に向かって神妙に祈り始めた。一体この森屋さんにはどんな意味があるのか。モリアという名はイスラエルの神から来ています。私は実子族がこの地に来たと信じています。それが誰なのかは分かりませんが。そしてついに謎の解明に向け大きく動き出す。日本のルーツは古代イスラエル、ソロモンの秘宝は四国にあった。全てのきっかけは古都京都にあった。日本三大祭りに数えられる祇園祭り、1ヶ月間にわたり繰り広げられるまさに日本を代表する祭りだが、この豪華絢爛な山鉾に多くの謎があることをご存知か。描かれた数々の絵柄を見てあなたは奇妙な印象を受けないだろうか。日本古来の祭りであるはずなのに、そこにはなぜかバグダッド宮殿、砂漠を行くラクダ、そしてエジプトなどシルクロードを遡る風景がその目で見てきたかのように描かれている。そしてさらに衝撃的なのがこの絵、着飾った男女が亀を手にするこの絵は一体。イサクに水を供するリベカですね。イサクに水を供するリベカとは、旧約聖書の創世記の24章ですか。それにですね、たまたまそういう文章がありましてですね、なんと旧約聖書に登場するイサクの嫁選びであることが確認されているというのだ。一体これはどういうことなのか。祇園祭り山鉾連合会の理事長に聞いてみる。祇園祭りというそのお祭りのしきたりの、あるいはその演技も間違いなくユダヤの文明と同じ形態と経過と結果を持ったお祭りですから。なんと祇園祭りはユダヤとつながっているというのか。埋もれた歴史に光を当てる作家の久慈氏はこう語る。祇園祭りは古代イスラエルの王のシオン祭りがルーツです。祇園イコールシオンとは一体。日程的にも非常に類似しております。祇園祭りも7月の1ヶ月が続きますが、イスラエルでも7月の1日からほぼ1ヶ月続きます。およそ1ヶ月間にわたって繰り広げられる2つの祭り、実は日程的に似通っていた。何より奇妙なのは山鉾巡行の7月17日。驚いたことにその日はイスラエル人の聖なる日だった。そう、7月17日とはあのノアの箱舟がアララト山に漂着した日、イスラエル人にとって新たな始まりの日なのである。聖書に詳しい久保氏は意外なことを口にする。祭りでおみこしを担ぎますけどね、おみこしというのはソロモンの秘宝とも言われます古代イスラエルの失われたアーク、あれがルーツなんです。失われたアークとは、映画インディ・ジョーンズの中でも探し求めていた古代イスラエルの聖なる箱のこと。だがその秘宝は
失われた樹脂族とともに消えてしまったという。失われたアークとおみこしというのは全く同じなんです。失われたアークとは古代イスラエルの移動式神殿、中には三種の神器が収められ最も神聖なものだった。確かにそれはみこしとよく似ている点がある。二本の棒で担ぐこと。イスラエル駐日大使エリック・コーヘン氏もこう語っていた。エッサ、同じ言葉はエブライ語が意味があります。意味は持ってきます、おキャリーピックアップ ピッキャリー。あのエッサというみこしの掛け声はエブライ語で運ぶという意味だというのだ。アジア各地に散った古代イスラエル人たちの行方、実は今日本のある場所が注目を集めていると久保氏は言う。実はコーヘンさんが必死に調べているところがあるんです。四国の徳島です。コーヘン氏とはあの前イスラエル大使である政府要人。彼は今四国徳島を血眼になって調べているという。イスラエルのコーヘン大使がね、2度ほど来られまして、いわゆる皆さんがいわゆるアークの箱っていうんですか、それがあのどこかにあるはずじゃとかいうようなこともおっしゃられてましたね。それはニュースでも報道された公式訪問だった。地元の人も驚くほど熱心な調査だったという。一体何を調べているのか。7月をもって祖国へ帰郷したコーヘン氏を追って我々はイスラエルへ飛んだ。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。元気ですか？元気です。元気ですか？徳島には何がありましたか？いつの時代のものかは分かりませんが、驚いたことに徳島の神社にユダヤのシンボルメノラがあったんです。コーヘン氏は四国徳島の神社にユダヤのシンボルマークを見つけたという。そればかりではない、小高い山にあった古い祭祀場もイスラエルのものと同じだったというのだ。偶然にしてはあまりに多すぎるんです。そして最も興味を持つその場所とは。コーヘン氏が調べているのは剣山。それは徳島のほぼ中央に佇む山。実はこの剣山には入り組んだ洞窟と多くの伝説が存在していた。まあすごいですね。日本の古いですよ、古いお祭りにラクダが出てくるんですよ。びっくりしました。全然知らなかったです、ね。まあ、途中まで今ご覧いただいたわけでございますけど、はい、VTR にもね出演をいただきました、はい、聖書研究者、解説者でもあります久保先生においでいただきまして、どうもありがとうございます。祇園祭りがかなりその祇園祭りとつながっている、はい、そうですね。あの祇園祭りというのが疫病がこの町に起こらないようにということで始めた祭りなんですけども、古代ユダヤの7月の祭りというのもやはり疫病がこの町に起こらないようにというのでソロモン王が始めた祭りで、非常にあの中身もよく似てますね。始まった言われも似ていると似てますね。京都と古代イスラエルには地名の共通点もある。エルサレムの意味は平和な都市、つまり平安京。そしてエルサレムの近くにあるガリラヤ湖、それはハープ、つまり琵琶湖。さらに意味だけではなく読み方まで同じ言葉もたくさんある。いいですか？書く書く。あ、ま、全く同じ。はい、取る、日本では取る、住む、我々は住む、うん、ホレブ、我々は
セレブ。じゃあホロ。払う。払う。払う。儀式につきものですよ。そしてハケシ。日本語にあるわけないだろうと思うでしょ。ザル。ティッシュ。ティッシュ。日本語じゃないから。行きましょう。拍手。これ先生、じゃああれですか。ヘブライ語で向こうにいて拍手って言ったら通じます。通じるってことですよね。まあだいぶ通じるんじゃないでしょうかね。これほんの一例で日本語とヘブライ語の間には意味も発音もよく似た言葉が500以上あると。500以上。沢村君どう？ヘブライの地域から来たその優秀な人たちが日本の政府とかその土地の権力者にいろんなアドバイスをしたっていうことでその言葉が残ってるっていうのは何も不思議じゃない気がするんですよね。ちょっとだけ気になったんですけど、例えば書く、取る、住む、自分の住むところがなくなった人たちが日本に入ってきたってことじゃないですか。流浪の民になったからね。そうですよね。それが住むとか滅んでこっちに来たんだよとか一生懸命伝えた言葉がこう同じなんじゃないかなと。あ、初めの初めにその日本に入ってきた時に一生懸命この国の人にどうして自分たちはここに来たのかって伝えた言葉が一緒になったんじゃないかなと。僕らが考えてるよりも昔の世界ってもっと狭いというかいろんな交流があって、知ることがあるか来てますよね、それは間違いないですね。今の世の中の方がなんかセクショナリズムっていうんですか、なんか殻に閉じこもってね、余計なんか疎遠にしてるみたいな。当時はもう縦横無尽にあるじゃないですかね。四国、そこは実に謎多き島。古事記によれば日本の中でどこより早く生まれたのも四国と淡路島である。阿波踊りの時期には100万人を超す観光客を集める徳島だが、観光客など誰も来ない、ひっそりとした山あいにそのミステリーはあった。徳島県美馬市。四国には間違いなく古代イスラエルの王国があったんです。一見荒唐無稽な話、しかし四国の山奥に残っていたのは、蜘蛛の巣が張る山道を登った小高い丘の上にその神社は見えてくる。大和大国玉神社。あ、すごい、これメノラじゃないですか。これあのコーヘン氏の言葉通り、そこにはユダヤのシンボルと酷似した神門が。その理由を宮司はこう推理していた。まだ私の案内の徳島では県下でも多いから。そうなんですか。多少関係があるのかな、果たし等々とも関係あるのかなって思ったことはありますけどね、うん、なんと再びあの旗打ち。シルクロードの果てからやってきた異様に鼻の高いお面の旗打ちである。宮司の言う通り、町を見渡せば確かに旗の姓をあちらこちらに見つけることができる。この町は確かに謎に包まれていた。少し山あいに入った静かなところに佇む神明神社、高原氏が二度も訪れたという場所。鬱蒼と草が生い茂る長い階段を上ると、ああちょっと変わってる。そこにはおよそ1500年ほど前のものだという自然石を積み上げた神殿が姿を現す。前イスラエル大使のコーヘン氏はこの場に足を踏み入れた途端様子が一変したという。まあこの昔からやかましに言われる、あのソロモン王伝説、あそこら辺でいわゆるこんだけの神殿がここにあるんだったら、どこか近くにいわゆるアークの箱っていうんですか、はいはい、それがあのどこかにあるはずじゃとかいうようなこともおっしゃられてましたね。ああそうですか、うん、一体何のために誰がこのようなものを作ったのか。作った人たちがいまだに今ここに残っとるっていうことも。今残ってるんですか。今も残ってますよ。コーヘン大使がね、皆さんはあのもともとイスラエル人であったかもわからないと言うてなんと神殿を作った一族の末裔が今でも残っているという。
彼らは今も険しい山の山頂付近に住む山の民だった。主南郷源一さんの祖先は代々この地で暮らしてきた。聞けばこの家には古くから伝わる独特の風習があるという。火をつないでな、はい、火をつなぐ、うん、火をちょっと絶やさんように、絶やさんように突き出していくんよ。その毎日毎日こう、うん、ほら毎日へ、火を絶やさんとかいう信仰の方もイスラエルも、うん、変わりがないような形で、あ、イスラエルにも火を絶やさないっていうのがあるらしいよ、うん、あ、そうなんですか。毎日いろりの火をつなぎ決して火を絶やさないという古い風習、それは旧約聖書にも記された古代イスラエルの習慣と全く同じであった。やはり古代イスラエルの失われた十子族はシルクロードを通り日本に、そして徳島に来ていたのか。僕はインディ・ジョーンズの映画で初めてアークって言葉知ったぐらいですから、何なんですかアークって。だから箱ですね。ユダヤの三種の神器と言われるものがそのアークの中に入っているように、日本の同じものが同じような形で神輿として存在している。この中は残念ながらあれ以上奥へ進みません。そうなんですね。私ここは行ったんですけども、大変険しい山なんですね。多分いろんなところにあるんでしょうね、そういう。ただ徳島は匂うね、イスラエルイスラエルと日本があながち関係はないなとは言えないっていうのは分かっていただけると思います。そこのラインまでは今来てますからね。来てます。だけどここまで来るとまさかとは言いにくいんだよね。そうですね、うん。以上が日本ミステリーの番組ですが、徳島のことが出てきましたので最後に驚く光景をご覧いただきましょう。2023年8月徳島の阿波踊りの会場です。イスラエル人トライセスの研究家黒木当氏が作った契約の箱の実物大レプリカが登場したのです。しかも古代イスラエルのレビ族祭司と同様の白い衣を身にまとった神官姿の人々がそれを担ぎました。かつて古代イスラエルの王ダビデは契約の箱をエルサレムに導き入れました。その際彼は先頭に立って踊りながら進んだのですが、その踊りは映画キングダビデの中ではまさに阿波踊りのような踊りでした。当チャンネルの動画は前編が無料のものと後半が有料のものとがあります。メンバーになるボタンを押してメンバーになってくださいますと全動画の前編が見放題でご覧になれます。さまざまな興味深い話題を提供しています。月刊レムナント誌読み放題付きのコースもあります。ぜひメンバーになってご視聴くださると感謝です。